三田学園中学校、高等学校は、兵庫県三田市南が丘2丁目にある私立、中学校、高等学校。略称は、山学。三田藩市、小寺大二郎の長男で、衆議院議員並びに、戦後初の神戸市長を務めた小寺健吉が、旧三田藩の藩校、増士官の理念を受け継ぐとともに、英国式近代教育を導入した。 学校設立を志し、1912年に、旧西三田中学校として創立した。大学のキャンパス並みの面積である17万平方メートルという高地を持つ。立地は、神戸電鉄横山駅から徒歩1分ほどである。付近には隣接する三田市立図書館などがある。創立当時の校舎である、中学本館は、イギリスのパブリックスクールである。 イートンカレッジを模したもので、同校の25周年記念図書館とともに、国の登録有形文化財となっている。また、2009年には、中学本館と東館が兵庫県の景観形成重要建造物の指定を受けた。また同校は、国公立大医学部進学者が、学年の大半を占め、総計上理、赤々同立大進学者も、 非常に多い兵庫県内屈指の進学校である。また、同校は、スポーツにも力を入れており、高校からの外部入学者はほぼすべてスポーツ、推薦である。そのため、公表されている高校の偏差値は、スポーツ推薦の偏差値である。質実剛健、親愛法要を、教育理念とし、クラブ活動と、大学進学のための教育の両方に力を入れている。 中高一貫教育を行っており、中学入試の段階から、修熟度により、クラス分けがされる。上位のクラスは、名田中学校や紅葉学院中学校との併願が多い。高校1年からは進度ごとに、クラスが再編成される。関西学院大学と提携し、2007年からは、同大学に推薦入学できる、官学クラスを開設したが、現在は廃止されている。 高校公式野球部は1967年、1969年、1970年、1991年の4回、春の甲子園に出場している。夏の甲子園の出場はない。その他、弓道部や自転車競技部なども毎年インターハイへの出場を果たしている。ありがとうございます。